はいこんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。おかげさまで、机、見えへんか。<laughs> 机、来た。めっちゃ嬉しいです。ずっとまな板の上で描いてました。<laughs> まな板の上で描いてたら、まな板はあの、シンクのこの角にこう置いてたから、ガクってたまになるのがすげえ嫌やったんですよね。 <laughs> はいでなんかコツ笛が来るとやっぱりこ隣にアップライトピアノ欲しいなって今なってましてであのサイレント機能っていうねあのレバーをピョってやったらあのハンマーが直接弦に当たらへんようになってであのタッチは生ピアノけど音は電子ピアノっていう。 そういういヤマハの商品がありましてですねそのサイレント機能をどのピアノにもつけられるんですけどそれのピアノ欲しいなと思ってそれやったら別にここのアパートでも置けるしなこれ電子ピアノなんですって言い張れば、まあ、まあまあまあ電子ピアノもあかんねんけど <laughs> 置けるから欲しいなと思っていろいろ調べたんですけどやっぱりちょっとローンの審査が通らなくてまあしょうがないですね。 ででで、そうそう、そう、そのなんか、そう共有言っとき、言いたいなと思ったのが、あのー、その、助成金のね、今日の6時締め切りのまた別のやつがあって、これちょっと申請作業やってたんですけど、なんかふと思って、ちょっと思いとどまって、その、やっぱ目的、その私が今、え、えっ、ーえー、と、今月末の、 そのデューズさんが協力してやってくださるやつとはまた別でこっちはほんまになんかいわゆるそのアーティスト活動的なやつなんですけどあの今そのメイクルゲンっていう名前であの現時点では8人編成去年の末のメンバーでレコーディングをあと4曲やりたいと思ってまして、えー それができれば、ようやくあの LP で出せるっていう状態なんです、今。で、それの費用が欲しくて、いろいろ調べてるんですけど、まあ、なんか、結局、もう、準備が整ったら、全部、揃うから、お金とかも。 なんか今までずっとそうやってやってきたからな。まあ、今慌ててやらんでいいかなっていう気がだんだんしてきて <laughs>。それよりも今は今月末のレコーディングのことと、で、そのメイクロゲンの B 面に関しては、ちょっとレンコン模様のアレンジを 一から見直したいという気持ちが今ありましてどうしてもなそのピアノ弾き語りにプラスって今なっちゃってるからまあそれは私がそうやって見せてきたからしょうがないんですけどでもあれは作曲段階ではピアノ弾き語りの曲ではないのでもう一回ちょっと自分が あれもう10年以上前の曲なんで、もう一回ちょっと戻って、頑張って、取り組もうと思って。はい。まあなんかそんな感じでちょっとテンションも低,低いですね、今日。<laughs> めんどくさーって思ってるんです <laughs> あ。あこんなん全部やってくれへんかな、誰かって思ってるんですけど。まあ10年前のイメージは私の頭にしかないですからね。 ま完璧には思い出されへんにしても、やっぱり骨組み、土台から骨組み変えた状態を一旦自分で作って、ほんまはこういう感じやってんっていうのをやっぱり聞いてもらわないとね。で、そっからそのミッシングピースな部分をね、皆さんに協力していただきながら埋めていくっていうふうにやるのが一番の正解やからな、私の中の。 はい、というわけでした今日いつも見てくれてありがとうございます。しゃいなら